はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、大量のね、ウニを買っちゃいました。ウニいいよね、いっぱい買っちゃった。で、そのウニをね、どうしようかいろいろ考えたんですけど、もうね、シンプルにウニ丼にしようと思って、今回はね、ウニ丼を作っていこうと思っております。で、普段ね、こう海鮮丼とかやるときって、僕あんまりその酢飯ってよりかは白飯派なんですけど、今日はね、珍しく酢飯を作っていこうと思っております。なんで早速調理に取り掛かります。まず酢飯の方ね、こちらのお皿で作っていこうかと。で、ご飯を入れる前にね、まず寿司酢の作成ですね。で、寿司酢の材料がまあお酢、砂糖、塩と。今回お米が8合なんで、酢160ぐらいかな。お酢と塩が 80g と、お砂糖が40と。溶かします。こちらで寿司酢は完成でございます。続いてはお米ですね。全部お米移そうか。よいしょ、よし、 OK。 まずご飯をほぐして、よいしょ。で、ここに寿司酢を、はいはい、ちょっとずつあえてた方がいいよね、多分。また混ざんないもんね。よいしょ、酢飯もこんなもんかな。いい感じに完成いたしました。よいしょ。で、今回は、はい、こちらの、あ、こちらじゃねえや、こちらの器に盛り付けたいと思います。この器でけえ。新しく買ったんですけど、なんか8合がすげえ少なく見える。はい、今こんな感じでご飯の準備は整いました。よし、よいしょ、よいしょと。今回ね、こちらウニなんですが、20箱買いました。合計でね、2キロあるみたいでございます。ただね、やっぱりゆっくり食べたいっていうのもあるんで、嫁さんと食べるようにね、2パックは取っておきます。ってことで、今日はね、18パック合計 1.8 キロのウニをこのご飯にね、乗せていきたいと思います。で、ウニの中身がね、こんな感じでございます。超うまそう。よっしゃ。やっぱりウニって超高級食材じゃないですか。だから海鮮丼とか頼んでもね、ドドンと乗ってることがないので、もっといっぱい食べてえなって願望があったんですけど、今日はね、それが叶っちゃう。今ね、ウニがちょうど半分入れ終わったんですけど、もうね、ご飯がね、8割見えない。すげえ、これ、これ超贅沢だな。はい、ってことでウニがね、すべて乗せ終わりました。もうね、360度ウニ。てっぺんに最後、申し訳程度のわさびを。はい、ってことで、こんな感じで、甘い、お手軽、ウニ丼、完成いたしました。向こうの方でね、食べていきたいと思います。はい、ってことで、こんな感じで完成して、こちらの部屋に移ってまいりました。で、ちょっと食べる前に、忘れてました。こちらの、刻み海苔。それでは、早速、いただきます。ちょっとご飯とかなしで、そのまんまウニ食べよう。うん。うめえ。うめえ。ちょっとお醤油かけて、丼にしようか。とりあえずこっちからじゃ。うまそう。うまそう。めちゃめちゃうまそう。いただきます。おお、うめえ。これ、
プリン体もう大爆発してる。こんな贅沢でいいのだろうか。超贅沢してるね。今日買ったウニはね、コロナとかの影響で業者さんに卸すはずだったウニらしくて、お店とかで出すようなものな分、うまい。やっぱウニうまいな。やっべ、これ幸せだ。幸せすぎる。なんていうか、こううまいウニって人を幸せにしますよね。今ね、もうめちゃめちゃハッピー、超ハッピー。何よりも今んとこウニ節約して食べなきゃみたいな気がね、1ミリもないから、いいねこういうの。いやもうこれはさすがにお酒飲まないとやってらんないんで飲みます。正直言うと僕そんなにウニって食べ歩いたりとかしたことがないので、うまいのがどんだけうまいのかっていうのを知らないので何とも言えないんですけど、僕が食べた感じはめちゃめちゃ濃厚でプリップリしてる。うまい。一箱あって1000円で 100g でしょ。たまにの贅沢にこれ最高だと思う。お醤油かけ、お醤油。それでこの前アスカフーズさんのイカのっけ丼やった時にめっちゃうまいって言った肝醤油あるじゃないですか。でその肝醤油なんですけど、見てこれかけたらうまいと思うんだよね。うわ、この肝醤油うまいんですよ。いや、あああ、うまい。海産物系にめちゃめちゃ合いますね、これ。あ、おはび、わさびの塊が食らった。びっくりした。もうわかった、汁もん作ってくる。汁もん作ってきましたよ。これなんかね、季節限定のどん兵衛があって、アサリとハマグリ、おうどん絶対合うなと思って買っちゃった。ちょっとたまにはこんな感じで、おうどんもうまそう。うめえ。冷めるまで待とう。お腹がね、いっぱい。さすがにこんだけウニ食べるとたまるね。なんかね、すごい。今完全に鼻がね、ウニの香りしかしないんだよね。これもウニの味がする。すげえ、全部ウニだ。はい、うどん完食でございます。
これが最後の一口でございます。ごちそうさまでした。はい、ということで今ね、大量のウニ丼完食いたしました。このウニね、すごく美味しかったです。濃厚で食感もプリプリしててね、いや超贅沢だった。ただね、こうやっぱり贅沢品がね、なぜこう普段ちょこっとなのか、理由がね分かった気がします。やっぱりね、贅沢なものは少し食べてもっと食べたいなって止めとくぐらいが一番いいですね。購入ページの方も概要欄に記載がございますのでね、気になった方はぜひそちらも合わせてご確認ください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。